はい、みんな入って歌いこう。歌に戻りますか。で、これで終わったらバンドの皆さんかわいそうだもんね。何しに来たのか全く分かんないよね。歌いくよ、みんな。人生はね、ジタバタして生きていこうと、あのね、CD を出しまして、CD 出しました。ジタバタするのは人生。年取って若いのにこびちゃダメ。世の中やっちゃいけない、言っちゃいけない、いっぱいあるけどね、自由に生きた方がいいの。秘密保護法案とかね、嫌な時代に入りました。でもね、自由に人生は自分らしく生きていこうと思います。ジタバタするのが人生。やりたい放題、こんなもんかでもなりふり構わずやってねえ自分生きてくことに疲れ果てても飾る勇気も
から死ぬまで元気で生きろ。俺はコントやらないって言ってたでしょ。トークだけでこの矢倉が壊れるかもしれないんじゃないかって壊れるかもしれないってことも、来年また来れるかどうか分かりませんけどね、あの一つみんな元気で長生きしましょう。それで自分の人生健康一番、はい、健康一番ってあんたが一番気をつけなきゃいけないんだよ。あんたが一番不健康なんだから。もう早く女房もらえよ。え、新しい女房一人は健康でよくない。もうね、40過ぎ て40過ぎて男は離婚すると早死にするらしいんです。見たくはねえだな、はい、拍手を。バンドオレンジはね、本当にいつもライブ一緒にやって、これだけ騒いでたらこんな事故一つでも起きるかと思ったら起きねえな、なんて。はい、それでね、CD またね、CD いっぱい持ってきてますから買ってください。またどこで売るの？手売り。手売り今売りに行くの？もう投げ、もう豆まきみたいに投げ売り。投げ売り。ほんでね、いくら？1800円です。1800円。最高。でも半年ぶりね、舞台立ってね、半年ぶりだよ。半年ぶりなんで。でもね、今日ね、お客様の顔を見れて本当によかったです、はい、また元気でお会いしましょう、はい、本当に今日はありがとうございました。またあの築地のガンセンターに行きます。今日はこれでおしまい、はい、あ、火ついてる。